はい、どうも皆さんこんにちは。開封大好きよしひろです。今日はですね、マジックアリーナ日本語版が実装されて、1週間ぐらい経って、だからツイッターなんか見てるとね、マジック・ザ・ギャザリングちょっと楽しそうなんで始めてみましたとか、あと全くカードゲームやってない人とかでも、その格ゲー勢とかでもマジックアリーナやってみましたみたいな人がちょいちょい出てきてるわけですよ。だからね、かなりそのマジック・ザ・ギャザリングがね、再流星してきたなと俺は感じてるわけですよ。もうまさに再燃するフェニックスですよね。さすがマジック・ザ・ギャザリング。で、しかもね、その再燃をね、促すかのようにね、また新しい遺跡が投じられたわけですよ。それがね、新しいマリガンの方式で、今度のロンドン、これグランプリかな？なんかあれっす。ちょっとお待ちください。そのミシックチャンピオンシップのロンドンの、闘争対戦のリミテッドで行われるっていうマリガンで、そこのとりあえず実験的なプレイなんで、まだその本実装はされないんですけど、とりあえずそのグランプリ内では新マリガンのルールが採用されて、普段のマリガンじゃないマリガンが行われるらしいんですね。で、マリガンっていうのはもうほんとマジックがね、生まれた時からずっとみんなの中でいろいろ言われ続けてるわけですよ。マリガンっていうのはハンドが1枚減っちゃうんで、で手札7枚しかないゲームで1枚減るっていうのはとんでもないリスキーな行為なんで、やりたくはないんですけど、やらないとゲームにもならないっていう、なんていうんだろう、もうそのすごい、なんかもうね、もう闇金みたいな存在なんですよ。もう足元見やがって、俺はマリガンなんかしたくねえのに、しなきゃいけないっていう時に、マリガンってやつらはやってくるわけですよ。お前マリガンしないと死んじゃうぞと。その強がっていいのかって言って、すごい高い利息でカードをマリガンさせてくるわけですよ。それでずっとね、マジック・ザ・ギャザリングでそのマリガン論争は絶えないわけですよ。一体どうしたらこれはちょうどいいのかと。ぶっちゃけマリガンできるっていう選択肢があるだけで、一応は救済措置なんですけど、ただね、やってる側はね、あんま気持ちいいものじゃないんで、なんで手札減ってんだよみたいなので、っていうので、つい何年か前にそのマリガンした側は1回だけ戦術できるよっていうので、ハンドが減ってるけどトップを見れるみたいな、それでこれかなり良かったんですよね。画期的な発明で、しかもこれでなんつうんだろう、そのマリガン下側もなんか圧倒的劣勢みたいな感じじゃなくなったし、かつかといってマリガン死毒みたいな感じでもないので、非常にいい調整だなっていうことで、ここ何年間かこのね、マリガンした後戦術っていうのはものすごいその根付いてたんですが、やっぱりこれもね、てか、これに文句言い出したら本当にお前はなんて怠け者なんだってなっちゃうんですけど、これもぶっちゃけ例えばハンド6枚でキープした時とかに、うわー、土地が、なんつうんだろう、1枚しかねえや、みたいな。でもこれ以上マリガンするともうゲームにならないから、もう、ここで土地を引けることに期待しよう。よし、マリガンしようって言って、土地じゃない。でも土地じゃないから下に置く。これによって引ければいいやつっても引けなかった時終わりみたいなことがよくあるんで。しかも今よくそれ再現できたな、適当にやったのに。だから、この一応戦術1っていうのもなんだかんだで、少しもうマリガンする方が悪いんですけど、ちょっとね、なんかもうそこにかけたのにもかかわらず、ダメでした、ゲームになりませんでしたみたいなのが起きてしまうので、しかもね、そのマジックっていうのは3ラウンドやんなきゃいけないんで、それでサクッと負けるみたいなのが1ラウンドでも起きちゃうと、やっぱりそのゲームの進行上、自分らが終わったら次やるってわけじゃないんで、待ち時間とかその対戦相手のこととかもあるんで、やっぱり普通にちゃんとゲームが進行して勝ち負けが決まった方がいいので、そのマリガンの調整みたいなのは、この戦術1でももう1個、もう1ランク上のないかなって思ってたところにね、ウィザードさんがいいものを投じてきてくれて、で、それが今回の新マリガン、ロンドンマリガン名付けて、俺が名付けちゃったけど、やり方はね、マリガンするじゃないですか。なんとこのマリガンね、何回しても7枚引けるんですよ。何回しようか。じゃあ仮に今、ダブマリ目だとしましょう。ダブマリ目で7枚引けるんですよ。やばくないですか？だからもう究極7回マリガンしても7枚引けるんですよ。で、このマリガンした状態で、例えば今ダブマリ目で、これはいいハンドだ、キープしようってなったら、そのマリガンした回数分だけカードを選んでですね、選んで、その、ライブラリーの、ボトムに置くんですよね、これを。シャッフルしないで、もうそのままボトムに置くっていうやり方で、で、そのまま残ったハンドがキープになるっていう、新マリガンなんですよ。で、これは、すごい良くて、マジックっていうのはやっぱその土地がないとゲームにならないので、どうしてもその土地依存がすごいんですよ。だから、うわ、土地事故ったとか、土地引きすぎたみたいな、また引きすぎたもしょうがないけど、その、引けなかったっていうのとかを、
このマリガンをね解消してくれるんで、非常に画期的だなと俺は思っています。で、一応これの弊害としてはかなりそのいい反動をキープしやすくなるんで、そのコンボデッキとか、その枚数じゃなくて特定のカードが揃った時にすごい爆発力を秘めたデッキとかが強くなりすぎるんじゃないかっていうのを、まあ今言われてるんですが、まあ実際それは間違ってないと思うんですよ。そのトロンとかが、その、なんつうの、3ターン目間コースに行けるようなハンドとかをキープしやすくなっちゃうので、確かに特定のデッキが強くなるんですけど、まあ守る側も守る側でそういうコンボデッキだったら、なんつうんだろうな、まあその2戦目3戦目の話になっちゃうんですけど、それを対策できるようなハンドをキープしやすくなるんで、っていうかまあなんだろう、まあトロンとかだったら、その最初に、あれ、石のような静寂とかが来るまでマリガンしたりとか、そういうなんか防御策も取れるんで、だからなんだろうな、その1本目がね、まあ、てかもうぶっちゃけ1本目がそういうデッキに対してクソなのはもうそのデッキがクソなんでしょうがないんですけど、でもその代わりに2戦目とかがかなりね、そういうやつらに対してサイドから引っ張ってきた有効打をバシンってね叩きつけれるゲームになると思うんで、なんか俺その初戦はまあもともとその落としやすいマッチなんで、そのコンボデッキとかは、だからそいつらにそのコンボ分回られやすくなることよりも、2戦目3戦目にそいつらへの対抗策をその叩きつけれることの方が気持ちいいから、俺はこれはいいマリガンなんじゃないかなと思ってます。ただちょっとね、なんかまあ、複雑じゃないけど、なんだろうな、なんか前のシンプルだったんですよね。マリガンしました、完了しました、ドップ戦術だけやりましたみたいな、なんかすごい手順が楽だったから、なんだかんだでこのマリガンは多分その最後キープ選んだ時に、あーもうこれでキープしよう、どれ戻そうかなみたいな感じで悩むフェーズが入ると思うんで、少しやっぱね、もう1分2分とかの違いでしかないんですけど、その進行が遅れる要因にはなるんじゃないかなとは思っております。それが新マリガンのお話でした。皆さんはどう思うか知らないけど、俺はすごいいいなと思ってます。そう、ね、2戦目3戦目とかね、もうマジでその神話とかにね、石のような静寂置いてやりたいけど来ねえじゃねえかよとか、盤相手に力戦置いてやりたいけど来ねえじゃねえかよとか、ホロワン相手に黒力戦置いてやりたいけど来ねえじゃねえかよみたいなのがあるので、だからなんか それがちゃんと引っ張ってこれる方が、そういうなんつうんだろう、ムカつくやつらを根絶やしにできると思うので、まあ根絶やしにする必要はないんですけど、ただね、ムカつくなって思う人は多分そっちの方があいつらへの嫌がらせにはなると思います。はい。でさらにね、新商品が登場ですよ。まあ、この新商品はね、今月の頭ぐらいから言われてたんですけど、なんかそのモダンあるじゃないですか、レギュレーションのモダンにおいて画期的な商品を発売しますと、まあ、報告があったわけですよ。で、前までモダンの商品はそのモダンマスターズっていうのが限定商品として出されて、まあ、高額だったカードが再録されて市場に出回るっていうのがあったんですが、まあ、なんだかんだで1パックが普通に高いとか、さらに限定商品なんでそのお店によっては入荷しないとかがあって、まあ、行き渡りにくかったんですよ。まあ、つっても、まあ、いい感じの塩梅で渡ったと思うんですけど。で、そのマスターズシリーズが、まあ、去年なくなったので、そのマスターズシリーズってもうないから、そのスタンとかで再録されるの待つしかないのかなと思ってたら、まあ、そういうアナウンスが来て、また、多分来ると思ってたんですけど、で、それが、まあ、まだ全く実態は明かされてないんですよ。とにかく、まあ、画期的な商品で、しかもみんなが気に入るはずだって言ってるんですよ。みんなが気に入るってなんだよっていうのすごい思ってるんですけど、みんなが気に入るイコール多分ただのばらまきじゃないと思うんだよな。あんま今下手にそのモダンのカードをばらまきまくっちゃうとアリーナすごい下がってるじゃないですか。その紙のマジックのなんつうんだろうな、まあ、これまで高めてきた価値みたいなのをその無駄に消費しちゃって良くないと思うんで、そのカードの価値も崩さないで、かつなんか人がモダンに参加したいなって思うぐらい流通させつつ、さらに値段も安いみたいな、絶対それは共存しないんだけど、その全てはでもまあみんなが気に入るのって言うと、でまあいくら悩んだところでカードゲームなんで、そんなにおわそれすごいなみたいなのは出てこないと思うので、まあ考えつくので言うと遊戯王の復刻パックみたいなのあるじゃないですか、
あのデュエリストレガシーとかさ、あのデュエリストレガシーってもう古すぎるから、なんかまあとりあえずその死者蘇生とか、あの大嵐とかが入ってるパックあったじゃないですか。なんかああいうのが普通に出るんじゃないかなって思ってるんですよね。まあそれモダンマスターズと同じじゃないかよって思うかもしんないですけど、ただまあ値段をちょっと抑えて、かつまあまあ常にその再販がされるような、今のスタンドパックと同じような体制で出る、なんつうんだろう、そのマジック・ザ・ギャザリングモダンエディションみたいなのが出るっていうのがまず一番安直なところですよね。まあそれが多分それしかないだろうなと思ってて、でもう一個は普通になんかミラディンからそのタルキールとかまでのパックが、あの今のそのフォーマットっていうか、あの箱押し版になって再販すんのかな。それなんかただ面白いだけで全然利益見込めなさそうなんだけど、どうなんかな。なんかてかも正直その2個ぐらいしか思いつかないですよね。他だって印刷のカードでなんか画期的だったりする発想ってあるかな。モダンイベントデッキは前その白黒トークンでやってるんで、なんかその同じような商品だったら別にこういうそのじらしなしで発表するとは思うんで、まあイベントデッキじゃないと思うので、まあそのモダンエディションみたいなのが出るのが一番無難なんじゃないかなと思っております。だから皆さんもね、そのこういうのじゃないかっていうのがあったら、ぜひコメントなんかください。まあそれと、まあ普通に基本セット2019が出て好評だったんで、まあ単純に来年も出ますよ2020がっていう告知と、あとは統率者ですね。統率者2019が、8月に出ますよっていうのでな。まあとりあえずまだ紙のマジックがね、なかなか新商品出るみたいなんで、そのアリーナに飲まれてちょっと衰退するみたいなのはないみたいなんで、良かったです。でもね、ちょっと今アリーナやってる人多すぎるからね、ちょっとそれが気になるよね。で、あとこの間配信でも言ったんですけど、アリーナそんなお金かけなくても結構カード集まって、それってその新規のやつ呼び込むにはいいんですけど、なんかそのハードコアな連中を満足させる要素がちょっとないなと思ったんですよね。金を使わせてくれよみたいな、何でもいいから金を使わせてくれ、俺はその辺のパンピーとは違うんだっていう、なんかその上に行きたい連中を満足させれる要素がないから、なんかあれを満足させるためにそのフォイルとかを導入して、なんかそのフォイラーとかが金かけたいとか、あとまあ単純にその一般層でも俺の使ってるデッキのそのテフェリーだけ光らせたいなみたいな人が、まあちょっとまあ出るとは思えないけど、運試しに、まあ毎日一個ずつ向いていこうみたいな感じでお金かけれるような要素があるといいなと思いました。俺別にその課金を押してるわけじゃないですけど、別にやっぱカードゲームなんでなんか集めたいですけど、なんかもう集め切れちゃうじゃないですか、感じだと。いともたやすく、いともたやすくじゃないですけど、なんかその俺だけのほにゃららみたいなのがないから、それがちょっと寂しいかなっていうのがあって、そういうアップデートとか来ないかなと思ってます。だって別にそのお金かけたくない人は普通のカード集まるからいいよね。なんか俺それで文句言われないよね。お前がそんなん言ったからの、俺欲しくなっちゃったじゃねえかみたいな。はい、ということで今日は新マリガンのやり方と、まあ、新商品がね、いろいろ出るっていうことのお話でした。いかがだったでしょうか。いかがもクソもないけどね、もう CM みたいなもんなんで、皆さんなんか多分ながらで聞いてくれてると思うんですけど、よかったらねコメントかなんかください。それでは皆さん、さようなら。かつてニコニコのゆっくり実況でカルト的人気を博した伝説の投稿者、エドキ・ダンスケ。ダンスケです。うっせぇな。そんな彼の映画紹介本の第3弾、白坂孔明のシリーズオブホラー2が2月24日歌姫庭園18にて頒布されるわよ。なんだ頒布って。第3弾となる今回は前回に続いてのホラー特集、さらに恐ろしく、そしてさらに過激な作品ばかりを特集していて、映画ファン必見の一冊になってると思うわ。知らんけど。そして表紙のイラストを担当するのはこの男、洋画好きの人よしひろ。こいつはすごいわ。アメリカの週当てゲームでなんと週を56個も書いたアホよ。そんなこんなでエドキダンスケの新刊白坂孔明のシリーズオブホラー2は明日頒布予定だから、気になる人はぜひイベントに行ってみてね。それじゃあ。